すごいこと起きたね。はい。大大大成功。おめでとう。いや本当に。お世話になっております。農林水産省広報室の増岡です。香里です。先日ですね、11月17日から20日にかけて、東京日比谷公園で行われたジャパンフィッシャーマーズフェスティバルというグルメフェスが、まあ、あったんですけど、その中でですね、ジビエブースというのが出展されました。このイベントに、まあ、全てをかけて、頑張ってたんですよね。結果ですね、なんと、もう大行列とかが、まあ、できましてですね、大大大成功を収めたということで、皆さんのおかげでございます。本当にありがとうございました。ありがとうございます。バズマフィの視聴者の方とかも結構来ていただいて、実際お会いしましたね。お話ししたりとかさせてもらって、動画見てきましたみたいな人も結構いて、タモリはもうサインをね書いたよね。初サイン。初サインよタモリが。まだサイン考えたことないのに。日曜なんかは雨だったんですけども、それでもあのお昼までにぐるぐるソーセージとかホットドッグなんかがまあ売り切れたりとかもね、また行列も結構すごくて、もう他のお店のところまで行列並んでてですね、本当に交通整理が結構大変で、そういうのも必要になるぐらい大盛況でした。僕らもですね、あのここ最近はですね、あの農林水産省とか、まあ、水産庁林野庁なんかにですね、もう一斉にメール巻いたりとか、まあ実際手でこのチラシですね配って回ったりとか、あとはですねスーパーヒトさんみたいな人がいまして、まあそのいろんな方のつてを頼りにしてですね、結構いろんな偉い人のところに飛び込みでですね営業させてもらったりしてですね、皆さんが来てくださったおかげでですね、非常に大盛況でございました。実はこの活動が始まる前、担当の部署からは去年もあのキッチンカーの形でジビエをまあ出したらしいんですけども、 PR に課題があって、まあ、なかなか知ってもらえなかったということで、まあ、なんとかバズマフで目標達成目指して頑張ろうってねやってきて、はい、いやこの結果が出たっていうのは本当に嬉しいことでございます。まあ、鹿やイノシシはですね、農作物にこう被害をもたらすということで捕獲しています。とで捕獲されたイノシシとか鹿っていうのは多くがですね埋められたりとか、焼却されたりっていうのが現状でございます。せっかくいただいた命なのでね、まあ、こうやってジビエを推しているわけでございます。農水省の目標としてはですね、まあ、年間ジビエの利用量4000トンという目標を掲げてます。でこれはいろいろ計算するとですね、野生動物せっかくいただいた命をですねジビエとしてお肉として活用すると、だいたい年間4000トンになると。でこれを人口で割るとですね、だいたい年間1人当たり30グラムぐらい、焼肉1、2枚ぐらい食べるとこれを達成できるということで、年間1人当たり30グラムぐらい食べていただけるように広報活動頑張っていきたいなと思います。本当にたくさんのバズマフ視聴者の方来ていただきました。目標達成できたのは本当に皆さんのおかげです。おめでとう。いや本当に、いやマジでよかったです。本当によかった。また引き続きですねジビエ押していきますんで、皆さんもぜひよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。